はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。ということで、今回もウィニングレベル2017のアプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、ドイツ代表のスパサブ・ミュラー、こちらの選手をちょっと使っていこうかなと思います。スパサブなんで、はい。まあ、後半から出すと。そうですね。いうことで、まあ一番ね、まあ先発で出してもミュラー十分強いんですけど、うん、まあ後半で、60分、70分過ぎあたり、まあ、後半の頭だね、うん、頭ぐらいから、うん、まあ、ちょっと出すことによってスパサブっていうね、まあ、スーパーサブという、うん、能力で後半の後半ぐらいから出すと、かなり能力が上昇していくみたいな、そういう特性をミラーは持ってるんで、それのね6突したやつはどうなるのかということ で、 そうです、ね、今レベル的にはちょうど40レベの40レベなんで数値を見せてます、ね、まあ6突マックスのレベルの値、要はレベル60じゃないんですけど、はい、40でね、だいたいどれぐらいの、うん、まあその黒玉スパサブのミラーっていうのが、まあ、どんな活躍してくれるのかっていうのをね、うん、今回ちょっとやっていこうかなと。まあ、チェイシングとかスーパーサーブとかいろいろ持ってて、うん、まあ、ほとんどいろ、まあ、んなポジションができるんで、うん、まあ、自分のチーム の、 あの調子、例えば、まあ、右サイドのフォワードが調子悪かったらそこに入れたりとか、うん、まあ、それによってそのミラー入れる位置みたいなのも変わってくると思うんですけど、まあ、スパサブミラーね、うん、ミラーね、まず1戦目はですね、スーパースタート、はい、やって、なるほど、2戦取ったんで、まあ、いずれも後半からミラー出してるんで、なるほど、まあ、後半から見ていきたいと思うんですけど、1戦目はスーパースターですね。で、はい、2戦目が、オンライン。こうなってくると、まあ、メッシのところと変えたりとか、ネイマールの調子悪いところと変えるっていうのがいいのかなっていう感じだね。うん、これも、まあ、やっぱ、星5のスーパースターは、まあ、相当強いんで、まあ、ミラーのね、うさんくささ。そう。さあ、まあ、これ前半ですね。うん、はい。まあ、後半のね、本当は60分あたりがいいんだけど、60分あたりだったら、まあ、1点を取ったと。そう得点シーン見たかったけども。ああ、そう。まあ、あれだね。60分あたりだと、ちょっとね、アプリの場合すぐ終わっちゃうんで、はい。あの、もう後半の最初から出しちゃうっていう、ね。ああ、なるほど。後半の最初から。一番いいのは多分60あたりから出すと一番メッシはでも残したんだね、一応。そうだね、この場合ネイマールを変えて。うん、で、クリスティアーノ・ロナウドは絶好調だったから、そこを後ろに下げて、下もね、クリスティアーノ・ロナウドできるっていうのが、うん、この褒めのまあまあいいところではあるよね。使うならまあできる限りミュラーを前で使いたいからね、一番前で。そうだね、ただまあ十分後ろでもかなり臭い動きするから、まあ本当になんか調子のいいところ悪いところで見比べて出せばいいのかなって感じするけど、ね、まあ、2戦目はちなみにそうだ、トップ下出てるな、はいはいはい、そういや、まあ、ここからですね、前半はちょっともうミュラー活躍するっていうか出てないんで、後半からミュラー出てくる。スパサブがね、いつ発動してるかっていうのはちょっと分かんないところがあるんで、まあ、あれなんですけど、ミラーですね、うん、ただスーパーサブあそこら辺取られないでいけるっていうのも、うん、まあ、かなり強い証であるよね。普通なんか足出されちゃったりとか、そう、ちょっと厳しいところもあるけど、結構ミラーの使い方としては、まあ、今は結構なんだろうな、ボール持たせてワンツーってやってるんだけど、うん、やっぱオフェンス高いから、うん、本当もう最後決める、例えばヘディングで決めるとか、ああなるほど、もうフィニッシャーとして活躍するのがいいのかな。おお、一番ね、なるほどね、まあ、あれだからな、数値以上のものを発揮してくるからな、うん、こう相手ももちろんスーパースターの星5なんで、うん、守備もめっちゃ硬いんで、さあ、もう走らせるときついな、うん、やっぱり。まあ、ここでね、やっぱりチェイシングも持ってるんで、そうそうそう、実は前線からの守備っていうのも、うん、まあ、ミュラーかなりきつめ、相手にとってはすごい嫌だと思うんで、うん、まあ、そういった意味で使うっていうのもありなのかもしれないよね。2018だと、なんか前半と、前半っていうか、監督の、なんかその攻撃コンセプトと守備コンセプト切り替えられるみたいな、うん、なんかそんな話もあったから、まあ、前半もしリードしてたら後半に守備型にしてミラーをスパサブに置いとくみたいな感じのかなり強いのかもしれない。さあ、さあここら辺はスーパースターなんでね、相手も相当怖いね。 0-1 だからな。そう、さあここ取って、ここからですね、はい、おい、いやいやいや、素晴らしい、ちぎってるね前、おい、この決定でまた抜いてます。あー素晴らしい、キーパーの股を抜くゴールと、素晴らしい、名刺神とね、トーンみたいな感じでギューって、あんまり抱きつきたくはないんだよね。まあ後半から出てるからちょっと汗がち、ね、つくからね、うん、選手のこれが強いとも多分落として走るのがやっぱり、うん、でしかもこのガードね、またね、うん、体も強い、全部の能力が高いんだよな、うん、
そこがすごい好きなところだね。なんか俺正直ちょっと初めてかもしれない、うん、まあ、意図してやってないんだけどさ、カバーニとかもチェイシング持ってるから、うん、なんかその前線から守備行きたいっていう人はそのカバーニとかミラーとか使うと結構うまくはまるよね。おえ、ね、カットくれんだよね、うん、その185だっけ、186か6か確か。サイズもだって申し分ないもんね。別にセンタートップでも別にいけるというか。さあここにねクリスチャン・ロナウドがいると、まあ、バケモンなんですが彼も。さあここはミュラー、オフェンスセンスの塊みたいなとこあるからな、だいぶね、あっとあっとって感じだけどね。あそこ潰されないね、うん、まあスーパースターだとね厳しいよね。あそこ食って抜けもしないっていうか、あの引っかかんねえんだよな、うん、スーパースターだけはね本当に引っかかるもしねえからな。ふっぐんぐんいくな、やっぱ走れるね。2016の時やばかったよな、うん、ああ今日これもミラー、うん怖いよねやっぱ。フィニッシュの能力が高いから本当に完全にモラタより、いや上だね、上なんだよね。ヘディングも強いしね普通に、うん、チェイシング、これね普通にスーパースターだからこれね、まあ別に関係なくやってるけど、でもオンラインでやったら相当圧かかるよねここに、うん、ミラーがあんだけチェイシングかけてくると。あでもこれ普通に強いんで、おい危ねえ危ねえ、ここ振り返りもね入っちゃうんだよ、入んないけどね普 通、うん、普通はね、あれはなんかアプリだと入っちゃうよね、あれ、うん、スーパースターのベンゼマに めっちゃやられるんだよな、うん、特性で振り返り際で打って入るみたいな、うん、おいおい。さあうまいな、使えるよね非常に、うん、よし、うわー、うん、左あー関係ねえなやっぱスパサブドン、よいしょみたいな、これ多いなおい。でちょっとねやっぱ後半から出てるもんで、そう前半の選手はちょっと 汗がね、これすごいけどね左でドーンみたいな。素晴らしい。キーパー相手、うん、刺さってるね、うん、まあスーパースターにこんだけのやっぱ能力発揮できるんだったら相当やっぱすごいな。で続いてはオンラインですね。はい、まああのスーパースターとちょっと動きがあの違うオンラインの人とやって、そうだね、どんな動きをするのか。若干やっぱなんつうのスーパースターとかの方がこっちもサクサク動くっていうか、う軽いから、そのあいこっちオンラインの人若干重いからね。そう、はい、レート1000の人来ました。はい、これ結構硬い試合になりそうだな、うん、レート1000とかすごいね硬い試合になっちゃったんだけど。なるほど、ミラーはねやっぱ後半からいきます。そうだね、今回はロイスが絶好調だから、あその方ワントップか、うん、あ合わせて、そうだね、ちょっと調子が低いやつに合わせてこう入れるっていうのがミラーのいいとこだな、うん、トップ車もできるからね、うん、これないけど。そうだね、だからいろんな褒めでやっぱ使えるよね。サイドトップ下トップセカンドトップ下にあのデカさでさ、いや2016年で使ってたよね。そうそうそう、あのデカさで、ね、強えんだあいつ、うん、強いよね、後ろから走り込んできてさヘッドしたりとか、あいつ強かったな、ミドルシュートマンだもん、すげえするでーの、うん、ワンタッチパスワンタッチ何でもあるからな。ヘディングがついてるのがまだいいからね。で結構ボールもこねれて。さあ、まあ、これも後半からかな。そうだね。前半はまあちょっと。そう。出ないんでね。ミラーが後半から出るんで、前半を見せてもあんま意味がないっていうね感じになっちゃうんで。後半からいきます。うん、まあやっぱ人と人との対戦はね、どうしても読みが入ってくるんで。さあ、まあこれ前半のところですね。うん、まあ、前半0-0という形で。でもね、わかるんですよ。さっつもね、お互い1本しかシュート打ってない。勝ってえな。めちゃめちゃ均衡してるからね。勝ってえ試合でやってます。そう、多分あんまり見ててもね、あの、カチカチになってるから、どっちも。うん。結構あれなんだよね。で、今回そう、トップ下で使ってますね。なるほど。ネイマールに変えて、エミューラーを。ちょっとやっぱその、ちょっと下の方で臭さが欲しいと。いうことでね、下の方で、まあ、ミュラーって言えば、まあね、スパサブって言えば得点ばっかなんだけど、やっぱりメルテンスとかもそうだね。得点以外にも、うん、結構その大事なところでのボールキープとか、パスとかもあるんで。誰だっけ、ギンターが守備でスーパーサブ持ってて、ああいうのも面白いよね。そう。だからね、スパサブって言うと得点なんだけど、結構よいしょよいしょでスパサブは、やっぱ元気だから、うん、中盤でも置いてもね。ミュラー、ねえ、ネイマールに変えてミュラーなんて結構なんか大きなことしてきたなみたいな感じだけど、
まあ、これがね、吉祥というか京都出るかっていう感じ。ガチで行くとやっぱり6周あたりがいいのかな。さあ、ここ結構ポン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 パス繋いでくる感じやね、相手は。これミラーだね。ロナウドの下にいますね、今回は。はい。ただこれ、相手の方ももう1018で硬いんで、守備がそう。そうだね。しかもこの人はもう本当に、なんつうの、一切多分、そういう無効試合とかそういうやってないっていうのはすぐこの感じでわかるじゃん。うん、全然してない、ね。これしっかりとしたレート戦の人だから。そう。久しぶりに本物のレート戦とやったね。うん、この強い、ちゃんとレート上げてきましたっていう。そうだね。さあ、ここら辺がね、まあその人のやっぱ読みみたいなのがどうなるか。うん、メッシ、ここら辺硬いからさ、ミラーで中切り裂いて、あれ神だ、神の力だ、まあ、あれもでもミラーがね前線で絡んでパス交換してるんで、そうだね、あんだけモテる選手がいると。だからネイマールは若干調子悪かったのかな、そう、なんか結構分かりづらいんだけど、あのシーン、うん、結構ミラーで独特に試してるんだよね。なるほどね。一回中に入れて、でここからまあやっぱちょっともなんか戻したりとかして、うどうしようかなと思って、うん、まあ、相手ワントップだからもともと守備は硬いんだよ ね、 だよね。結構やっぱ中に人がいて、うん、なかなかねそのいい形は作らせてもらえないけど、うん、その代わり相手も攻撃するときは結構めんどくさいというか、相手の方はミラーをシルバーに変えている。なるほど。60、ちょうど60だから、これやっぱり入れてきたのかな。そうだね、ミラー入れてますね。ミラーバトルみたいな、スパソルバトルみたいな感じになってますね。そうだね、ちょうど今回のお題に、うん、だこうワンタッチパスもね、あるからな。これがいいんだよね、結構素晴らしいな。ずれたりするんだよね、パスが。うん、でこっちネイマールも、出してると、うん、でまあ調子悪かったらね、別にネイマール下げてミュラーでも全然いいと思うんで。さあ、ここでワンタッチ入れて、うん、これね、ちょっとミュラーだったけど、まあしゃあないね。ミュラーなのよ、これよくあるあるだね。ノイヤー使ってんだね。そうだね。結構なんか闇、ノイヤー闇があるから。うん。まあ、止めるときめっちゃ止めるんだけどね。うん、前線でちょっとなんか長いスルーパス出すと、お、ここ。このネイマールのこのキュックっていうの好きな人多いよね。うん、あんま俺らやらないけどさ、そのネイマールのキュックっていうのは。なんか、うん、取られたときのリスクでかいっていうのと、うん、あの、そうだね、1-1で取られると、がっぽりそいつフリーになっちゃうからね。うん、パスミスだったらまだいいかなみたいな感じだけど。ワンタッチはいいんだよな。さあ、あとここね、ここでやっぱやらしてくんだよね。しっかりとここがやっぱ肝だっていうのが。ワン。いや、そして走り勝つね、やっぱ。うん、おーおーおお。打っちゃうと。打っちゃってみてね。まあまた抜きの剣もあったからね。そう。また抜くんじゃねえかっていうのもあるから。うん、やれるみたいな感じで言ったんだけど、ちょっと無理だったわ。さすがに。そうだね、あそこ。まあパスでも良かったっていう感じだけど、ただなんかあの辺は読み合いだよね、中切って、ね、そうだね、相手の方中切って、まあ、また抜ける時も全然あるし、あの思いっきりニアにぶち込めたいんだけど、本当はシュートでミラーのねヘッドシーンとかも見せられればねいいんだけど、ヘッドのゴール、ね、ヘッドも強いんだよな、強い、普通に。さあ、こっちはね、まあちょっと、まあ、2枚やっぱその別に守備がそんなに硬い布陣じゃないんで、これ、うん、なるべくボールはほじっとかないと、これ危なかったね、うん、ほじっとかないといけないっていうのはあるね。まあ1点取られてるから、まあ向こうも多分攻撃意識は早めに、ね、ワントップなんだけど早めにしなきゃいけないってところがあるから、これね、ロイスから三浦おじさん、うん、惜しい、可能性感じるよね。決めてれば完璧だったんだけどね、最後ヘディングドーンって、なかなかね。まあでもここでちょうど後半で、うん、まあもうラスト、ここでね、やっぱ取れないんだよ、うん、すぐ当てて走る、そうで、このサイドからのワンツーでさ、ミュラーぶっちぎれるっていうのがさ、別にさ、最初の初期の数値そんなにスピードが高いわけじゃないじゃん、高くない高くない、絶対スパサブだからね。はい、ということでね、まあレート戦の人相手にでも、まあ今回はちょっとトップ下で使ってきたんですけど、ね、まあ得点しはなかったんですけど、やっぱりワンタッチパス、うん、でやっぱ溜める動きとか、まあヘディングもやっぱり最後見せますけど、ね、結構強いんで、やれることが多いというか、うん、なんか多彩な人だって感じだよ ね、 だね、ワンタッチパスはするし、ワンタッチシュートも持ってるし、うん、で前線からのチェイシングもできるし、ヘッドもできるし、こねれるしみたいな、いい感じで1対1になったら、やっぱりスーパースターで決めてたんで、うん、決めてくれる技術もあると思うんで、多分インザーギ的なね、うん、活躍もできると
言った感じで、なぜそこにいたみたいなね、うん、レベル40のミュラーはまあ今回使ってきました。まあ、まだ別にレベル60になってるわけじゃないからね。60になってどうなるのか。いや今後楽しみよ。まあ2018年も引き続きスーパーサブはついてるんで、はい、また2018の方でもね、ぜひスーパーサブとしてこのミュラーを使っていければいいかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ボー。